山下智之、山下智之、山下智之、1885年、明治18年11月8日から1946年、昭和21年2月23日は、日本の陸軍軍人、陸士18期、陸大28期恩師。最終階級は、陸軍大将、異海軍党は、十三三軍一等校三級、高知県長岡軍大杉村、 元王と予兆出身。太平洋戦争、大東亜戦争の壁刀、第25軍司令官として、英英領マレーとシンガポールを攻略した武功、マレーの虎の異名で知られる。1885年、明治18年11月8日、開業医である父、佐吉、母、優の次男として、高知県に生まれる、兄、友義は、海軍の軍医となり、最終階級は、 海軍軍医少将、海南中学校卒。広島陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校を経て、陸軍士官学校、第十八期、陛下、不評卒業。見習い士官を経て1906年、明治39年6月26日に、陸軍不評少尉に任官、広島、不評第十一連隊府。 1916年、大正5年11月25日には、陸軍大学校第28期を卒業、席次は6位、お玉物の,の軍刀を排除。参謀本部部員、陸軍省軍務局会員を務めるとともに、スイスドイツオーストリアにも駐在。帰国後は、不評第三連隊長、陸軍省軍事課長を歴任し、1934年、 昭和9年8月1日に陸軍少将へ昇進、翌1935年、昭和10年には陸軍省軍事調査部長となる。妻は、長山元彦陸軍少将、騎平、第二旅団長の長女、久子。長山少将が佐賀県の出身で、宇都宮太郎、正木神三郎、荒木貞夫へとつながる、いわゆる佐賀の左肩等の系府に属したため、 女性である山下も行動派として目されるようになった。また、山下は、安藤テルゾーラの地の決起部隊の一部将校が、所属していた、不評第三連隊長を、以前務めていて、彼らと面識があり、当時彼らの動向を探っていた、片倉正によれば、打診に来た安藤に、岡田はぶったぎらんといかんな、もっと赤の取れた案を持って来いと無責任かつ味のある、言い回しで、 行動派の幹部として、て理解をを示すようう。な発言をししいいたというしかし1936年、昭和11年2月に2.26事件が起こると、一方の電話を受け取った山下の義妹長山勝子は、山下は、隣の部屋から飛んでくると電話を引き継ぎ、何、やったか、と、大声で叫び、その後は沈黙したと証言した。彼女によると、山下は、 陛下の軍隊を使うなんて、自分たちの目的のために使うなんてもってのほかだと、いかにも悔しそうであったとも言う。山下は同調者ではないかと、周囲からは見られており、山下宅の電話事件前から低新省と陸軍省軍務局、事件後は、海原司令部によって、傍受、盗聴を受けていた。決起部隊が反乱軍と認定されることが不可避となった折に、山下の説得で、 青年将校は自決を覚悟した。この時山下は陸軍大臣と自重部官長を通じて彼らの自決に立ち会う自重部官の左権を昭和天皇に願い出たが、これは昭和天皇の布教を買うことになった。この件に関して昭和天皇独白録には本庄部官長が山下智之の案を持ってきた。それによると、 判乱軍の資料を三人が自決するから剣士のものを使わされたいというのである。しかし、剣士の使者を使わすということは、その行為に筋の通ったところがあり、これを礼遇する意味も含まれていると思う。赤義神の自決の場合に、剣士の使者を立てるということは分かったやり方だが、背いた者に剣士を出すことはできないから、この案を取り上げないで、討伐命令を出したのであるとある。また、 木戸孝一日記にも、自殺するなら勝手になすべく、このごとき者に直しなぞ、もってのほかなりとあり、青年将校を擁護する山下に対し、天皇や元老の評価は極めて低かった。事件収集後、山下は、軍から身を引く覚悟も固めたが、川島西陸軍大臣が遺留に努め、朝鮮、辰山の不評第40両団長への転任という、形で軍に残った。 しかし、事件の影響で陸軍の主流から外れ、中条の時に陸軍航空総監兼陸軍航空本部長を務めたことを除き、陸軍参官が陸軍省参謀本部、教育総監部から遠ざけられて外回りに終始した。このように2.26事件は山下の人生に最後まで大きなマイナスをもたらすことになった。日中戦争、品事変勃発間もない。 死が中東根性領団長時代の1937年、昭和12年11月1日には、陸軍中将に進級。1939年、昭和14年9月23日、第四師団長に、親保された。山下が第四師団長に、親保されたのは、前任者の沢田茂、陸軍次官を務めていた、山脇正隆の尽力による。沢田と、山脇は、 いずれも、山下と広島陸軍地方幼年学校、陸士の同期生であった。1940年、昭和15年7月22日には、参謀次長を務めていた沢田茂の尽力により、中央に復帰し、陸軍航空部隊の要職である、陸軍航空総監係陸軍航空本部長に、親保された。また、1941年、 昭和16年1月8日から4ヶ月間、同盟国ドイツへの視察団、陸軍図解独視察団の団長として報読。ドイツの先進兵器を調査し情報を収集すると、共に、超短波警戒機をつ、アドルフ・ヒトラ総統との面談や、戦車戦戦術の専門家であったハインツグ・デイリアン、上級大将との懇談を果たしている。 太平洋戦争海戦を控えた1941年11月6日には第25軍司令官に親保され、マレー作戦、イ、e、ー作戦を指揮。マレー作戦は日本軍による一連の南方作戦の第一発目であり、1941年12月8日午前に1時30分、日本時間、霊下の第18師団が、 イギリス領コタバルへの上陸作戦を開始しているため、いわゆる太平洋戦争は、このマレー作戦によって開始されたもの、アメリカ領イへの真珠湾攻撃に先立つこと約1時間20分前である。第25軍は各地でイギリス軍を撃破し快進撃を続け、マレー半島、イギリス領マラヤを制圧。続くシンガポールの戦いの集結時に、 敵将イギリス軍司令官のアーサー・パーシバル、陸軍中将に対して、エスカ農家と幸福を迫ったという逸話は一躍、有名になったが、実際にはより落ち着いた紳士的な文言、口調の会話だったという、口述。この地に伝わる交渉時の山下の、イエスカ農家の場面を表した、老人形が、セントサジ島にあるシンガポールの歴史に関する展示を、しているの老人形館や、 現在は、博物館となっている白外りでに展示されている。当地に際しては、バナナノートと呼ばれる文表を発行したり、宝くじを発売するなどして、財源確保に努めている。一方で、第25軍作戦主任参謀の辻正信、陸軍中佐が強行に主張した、過強粛清を任するなどといったお点も残した、山下の責任を否定する見解も存在する。 山下の辻に対する印象は否定的であり、害ばかり強く国家の重大事を任せることのできない小人、小水、ずるい奴だと辻のことを表していた辻は陸軍士官学校事件で容疑者の行動派グループをスパイし摘発を求めるなど統制派としての動きが顕著な人物でもあり、行動派の山下との相性はそもそも悪かったと思われる。日本の新聞は その勇猛果敢な様を、マレーの虎と表し、マライのハリマオは、別人、谷豊の異名、マレーシンガポールの早期攻略により山下は、国民的な英雄となったが、昭和天皇は山に、拝謁の機会を与えなかった。これは二点二六事件の時の山下の行動を、天皇が苦々しく思っていたためだとも、行動派の山下に対する、統制派の東条秀樹首相権力賞が、 軍情操縦の機会を与えなかった目だとも言われている。ここに至っても2.26事件は山下の人生に暗い影を投げかけていた。山下はシンガポール攻略という大きな戦績を挙げたが、その後は満州の第一方面軍司令官に転じ、しばらく大きな作戦を任されることはなかった。1943年昭和18年2月10日、 陸軍大将に信任される。しかし、大戦末期である1944年、昭和19年9月26日、フィリピン防衛のため再編成された第14、方面軍司令官に、親保され、フィリピンの戦いを指揮することとなった。なお、第14方面軍参謀長には、山下の指名によりこの絵第2師団長の武藤明、陸軍中将が任ぜられている。 第14方面軍は、ダグラス・マッカーサーらの指揮するアメリカ軍に対して、前線するが、台湾沖航空戦での誤った、戦火報告に基づいて立案された霊徹決戦を、大本営から強いられ、本来予定していた、ルソン島での決戦を行うことはできなかった。飛来する敵航空機が全く減らないことから、山下は、台湾沖航空戦の戦火発表を誤報と考え、 この冷的決戦に反対していた。この時、山下の部下には敵の意図や行動を正確に予測することから、マッカーザーの参謀というあだ名を付けられていた、名参謀、ホリエーザ陸軍中佐がおり、あらゆる困難を排して状況把握に成功していた。捉えられたアメリカ軍パイロットの尋問からもそれは裏付けられたが、南方軍総司令官、寺内俊一元水陸軍大将は、 命令を変えなかった。このため、レイテ決戦に多くの兵力が投入されたが、正海権と正空権を敵に握られていたため、輸送船の大半が撃沈された。続く、ルソン島の戦いでは、ルバング島の小野田博士郎将尉からの敵艦、圏誘、新動北との報告で、マニラ湾からリンガエン湾への迅速な陣地転換に成功するが、徐々に兵力差で圧倒され、 最終的には山岳地帯へ退いての自給船に追い込まれている。山下は民間人が多く残る首都マニラをオープン式とするつもりであり、実際に第14方面軍部隊の大半をバギオ方面の山中へ撤退させているが、マニラ首柱に固執する海軍や大本営の反対を受け、無防備都市宣言は頓挫。マニラ海軍防衛隊を中心に、 マニラの戦いが行われ民間人、約10万人が死亡している。敗戦後の1945年、昭和20年9月1日、山下は、第14方面軍司令官として山中から、北岸岸の町に降りてきて降伏した。この時給戦の中の食糧難は、第14方面軍司令部も、例外ではなく、降伏時、巨漢で有名だった山下は、すっかり痩せ細ってしまっていた。 山下大将が一時確保されていたン安ンの小学校の校舎は資料館となっている。9月3日、バギオのキャンプジョン兵士基地内にある現アメリカ大使館に移され、武藤明参謀長らと共に幸福調印式に臨んだ。調印式の写真及び絵画が現アメリカ大使館に飾られている。幸福時は捕虜として扱われたが、すぐに先般として、 フィリピンのマニラにて、軍事裁判にかけられる。1945年、昭和20年10月29日審理開始。法廷ではシンガポール下京虐殺事件、マニラ大虐殺等の責任を問われ、12月7日に死刑判決を受けた。その後、戦争犯罪における上官の監督責任は、英語でと呼ばれることがある。死刑判決後。 アメリカ陸軍の法務将校からなる山下の弁護団は判決を不服としてフィリピン最高裁アメリカ連邦最高裁判所に死刑執行の差し止めと人身保護令の発出を求める請願を出した。しかしアメリカ最高裁は6対2の投票で請願を却下し山下はロスバニョス刑務所で公主刑に処せられた。去年62日刑の執行は 軍服の着用も許されず、囚人服のままで行われている、当時、ほとんどの将校の死刑が、囚人服で、公主刑という軍人の名誉を重んじない、死刑方法であった。ただし、同じく、マニラ軍事裁判で、死刑判決が下された、本間正春陸軍中将の場合は、軍服の着用が認められ、名誉を重んじての銃殺刑であった。遺体は、刑場付近に埋められ、 現在も所在は不明である。1959年、昭和34年、処刑された他の b c 9 0 0 0版と共に、安国神社に合祀された。1970年、昭和45年には、ロスバリオス処刑場跡地に時勢を刻んだ、慰霊碑が混流された。その後劣化が進んだが、現在は、チャンネル桜などにより修復されている。 東京都府中市、多摩霊園に山下智之の墓がある。埼玉県大宮市の青葉園には山下智之を祀った青葉神社があり、境内には戦争記念館もある。山下智之のものとされる軍刀、詳細上の陸軍将校が配用する様式が高知県五国神社に伝わっている。ただし、戦後間もない昭和三十年、1955年。 ごろに編纂された、同神社の資料に、五歳人陸軍将、山下智之ご使用品と記載されている以外は、情報が残っていず、同神社は、情報提供を求めている。山下智之のものとされている軍服及び品が、陸上自衛隊全通自中屯地資料館の議官に示されている。関東防衛軍司令官時代の高級参謀だった、片倉正は、 例えば、自動車の中で満州問題などを話していると、聞いていないような格好で眠っていると思うのだが、急に要点をつく質問を私にする。これは、私の話を聞いていて、要領よく重要なところだけを質問するのである。さらに、園籍のテーブルなどを決めるときなども細かく指示を出されるのだが、これまた非常に適切であった。と回想する。山下は、行動派。 片倉は統制派で、2.26事件の関係から、率直に言って敵だと考えていたが、暇を見つけては話す機会を作り、満州事情その他複雑なく、話し合い、これは相当な人物で使えかい甲斐があると感じたという。また、大変な主語で芸者好きであった。第四師団長時代の感謝衛兵長だった、原山義雄によれば、姿勢の悪い兵隊は必ず注意し、 敬礼のやかまししいいい人でああっっったたたが、衛兵勤務をいたわててご馳走してくれることもあったと、もう。前述のように太平洋戦争初戦のシンガポール攻略時にイエスかノーかと強圧的に降伏交渉を行ったと言われるが実際は降伏する意思があるかどうかをまず伝えてほしいという趣旨をひしかり高文の通訳がわからないことに苛立って放った言葉でありこれが 新聞等で客色されたと山下は日記で書いていた。話が一人歩きしていることに対し山下本人は気にしていたようで敗戦の章を同活するようなことができるかと否定したという。また、情報参謀として同席し、ひしかり高に代わって通訳を行った杉田和次も含めて全員この出来事を否定している。この時の交渉を撮影した映像は、 山下の迫力に満ちた表情と、パーシバルがしきりに目をたたかせるのが印象的である。これは、交渉を行った部屋が暗かったため、撮影フィルムの回転速度を落とした結果、通常再生でも早回しのようになったためである。故郷、大宝町には、杉の大杉という日本一の大杉があり、山下はこの杉にちなんで画号を巨産とした。 実際の山下も我号に負けない堂々とした体格の持ち主であった。戦後、この大杉がある八坂神社の宮寺が山下を祀る巨山神社を建立した。一時交配していたが、現在は巨山の森と解消して現在に至る。なお、この杉は三空ひばりにも縁がある。山下智之は処刑前に教会士の森田小学に、 日本人へ向けた遺言を残した。彼が最後に伝えたかったことは、戦時中の彼の行いに対する自責の念と自由を、尊び平和を追求する、新しい日本に対する理であった。遺言の全文は、山下智之の追憶、30年祭に際して、山下93府1976.2に掲載されており、奈良県立図書情報館などで閲覧できる。なお、 文字の欠落等があるが、ほぼ全文のリンクはこちら。彼は、新日本建設には、私たちのような過去の遺物に過ぎない、職業軍人あるいはあゆついずいせる、無節相なる、政治家、侵略戦争に、合理的基礎を与えんとした、雇用学者等を断じて参加させてはなりません。と言明し、日本再建の方向性について、低読戦争によって法欲なるスレスリッ ホルスタイン領主を奪われたデンマークが再び部を用いることを断念し、不毛の国土を世界に冠りたる、欧州随一の過酷化に作り上げたように、建設されるであろうことを信じて疑いません。と述べた上で、第二次世界大戦の廃墟の中から日本が立ち直って、行く時の四つの要素を示した。待てしばし君の越してゆきしとも後なしたいとわれも、ゆきなむ、なお、妻にあてた時勢は、 未知で、かけ晴れと曇りに変われどもと遠にさえずむ、大空の月、と伝えられる。フィリピンで終戦時に、作戦行動のための資金を密かに埋めたという伝説、山下財宝があり、たびたび探索話が出て、M 資金のような詐欺事件の舞台になっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。